アローハー、ハワイのトリセツのピカケです。今日はダイヤモンドヘッドとカピオラニ公園が一望できる素敵なレストランに行きたいと思います。こちらのクイーンカピオラニワイキキビーチホテルの3階にあるデックというレストランです。このクイーンカピオラニワイキキビーチホテルですが、ワイキキの一番ダイヤモンドヘッドよりカパフルアベニュー沿いにあります。道路挟んで目の前がホノルル動物園です。このホテルは私のイメージですと比較的リーズナブルなホテルだったと記憶しています。2018年にリニューアルオープンをしたんですね。もう全面リニューアルをしました。その後ここすごくご覧のように素敵になったんです。見違えるようなホテルになりました。決して三つ星高級ホテルというわけではないんですが、なんだかのんびりとした感じがとってもリラックスできます。雰囲気がなんとなくカイマナビーチホテルに似てるような気もします。海沿いのダイヤモンドヘッド寄りにあるホテルなんですけれどもね。ゴージャスでピカピカしたホテルも素敵ですけれども、こういったハワイらしい感じのホテル、私は大好きです。お目当てのデックは3階にあります。ホテルのロビーを抜けた奥のエレベーターを使って上がります。エレベーターで3階に上がって右に降りますと、ご覧のように素晴らしい空間です。これすべてデックですね。奥にもプールがありますが、あれはホテルのゲスト用だと思います。もちろん室内なんですけれども、全部というか壁がないっていうのかな、なんか半分外のような作りになっていて、とっても開放的です。一つ下の階ではおそらく宿泊客の方用だと思いますが、何かクラスを催してますね。現在ハワイではレストランや一部の施設に入場の際、ワクチンカードもしくは48時間以内に取得した陰性証明の提示が必要になっています。私たちもワクチンカードを提示して入店です。入ってすぐにデックのオリジナル商品が並んでいます。ハワイのレストランなんかには結構こういったオリジナル商品を取り扱っているところが非常に多いと思います。せっかくおじさんが素敵な曲を歌ってくれているので、おじさんの曲を聴きながら店内を撮影していきたいと思います。窓がないので開放感たっぷりです。目の前にダイヤモンドヘッド、最高のロケーションです。今日は空も青くて気持ちいいです。こちらの屋根のないところにもテーブルがありますが、日差しが強いと暑いと思います。暑そうですね。気分よくお酒が飲めそうなカウンター席もあります。日が当たるのは嫌なので、屋根のあるテーブル席を選びました。こちらがメニューです。
こちらのデスクは朝6時半から10時には朝食メニュー、私たちが行った時間帯はブランチメニューです。そして午後3時から夕方の5時にはハッピーアワーもありますし、ディナーメニューは午後3時から夜10時まで提供しています。飲み物が来ました。デックレモネードのブルーベリーラベンダー、ピンクっぽいのですね。それと黄色っぽいのがバタフライピー、よくわからない名前です。そして私たちがブランチメニューから頼んだのはこちらです。アイナが頼んだのはこちらのキャットフィッシュポーポイ、ナマズのフライですって。そして私ピカケはエッグバーガー。今日はまたレファちゃんも来てくれてます。レファちゃんが頼んだのはディープディッシュハウピアフレンチトースト。フレンチトーストはココナッツカスタードソースに漬け込んだパンをほとんど揚げた感じですね。その上にハウピアソース、キャラメルソース、ココナッツフレーク、メニューにはバナナが上に乗っているというふうに書かれてましたが、実際はブルーベリー、ストロベリー、ラズベリーが乗って出てきました。こちらがキャットフィッシュポーポイ、ナマズのフライがサンドイッチに入っています。ソースがユズペッパーとタルタルといったちょっと変わったおソースが中に挟んであります。こちらはデックバーガー、中にはパテはもちろんベーコン、アメリカンチーズ、クリスピーオニオン、トマトジャムというのが入っているみたいです。アイナさんに少し分けてもらって初めて食べたキャットフィッシュ、ナマズです。全く臭みはないんですね。普通の白身のお魚と何ら変わりはないですが、一つ違うところ、歯ごたえです。全く歯ごたえないです。口の中でさーっと噛まないでも溶けちゃう感じです。私とアイナは最初の飲み物にデックレモネードを頼んだんですが、あのピンク色っぽい紫色と黄色の飲み物ですね。紫色っぽいのがブルーベリーラベンダー、黄色いのがバタフライピーという名前でよく分かりませんでしたが、両方とも味は普通のレモネードでした。今日はデザートも頼みました。こちらの人気メニュー、バスクチーズケーキとクリームブリュレです。クリームブリュレですが、量的には 2,3 人分ぐらいの量でした。クリームブリュレですが、ちょっと緩かったです。焼きが足りなかったのかな。味はね、これ美味しいです。なのでちょっともったいなかったです。ロケーションも最高で幸せなランチタイムでした。お会計はチップ込みで128ドル、贅沢なランチタイムになりました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それではまたね。アーフイホー。